ゆっくりドラム講座、パラディドルの秘密。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からあんかけの時次郎まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の霊です。今日は今更ながらですが、パラディドルがなぜパラディドルというのかを伝授します。パラディドル、これですね、譜面です。 RLRR、LRLL、 右手、左手、こういった手順で叩くことをパラディドルと言います。なぜパラディドルと呼ばれているか、ここが大事なポイントです。この手順で叩くとアメリカの人ならパラディドルって聞こえるそうです。わかりやすく振り仮名を書き込むとこうです。譜面です。普通に1打ずつ叩くところはパラ、ダブルストロークはディドルです。こういう風に聞こえるからパラディドルはパラディドルって呼ばれています。せっかくなので叩きます。残念ながらパラディドルとは聞こえませんね。わかりやすいようにハイハットとスネアでやってみましょう。叩きます。1ミリも聞こえませんね。けど、そういうことなんでしょう。要は、シングルストロークはパラ、ダブルストロークはディドルって覚えるといろいろ便利です。例えばパラディドルディドル、これの手順はというと、パラ、だから、シングルストロークで2打、右手から始まることにしましょう。と言いますと、右、左、ディドルディドルだからダブルストロークが2回、右、右、左、左ですね。全部合わせて右左右右左左、RLRRLL。パラディドルディドルの手順は RLRRLL ってわざわざ覚えなくても名前聞いただけで手順がわかります。こうですね、パラはシングルストローク、ディドルはダブルストロークの法則です。じゃあ RLRLRR はパラパラディドルっていうかというと、そうではありません。もしかしたらそう呼んでる人もいるかもしれませんが、そういう風にパラが続く場合は格好よくダブルパラディドルって言います。 RLRLRR、 左手から始まる場合は LRLRLL です。RLRLRLRR の場合はトリプルパラディドル。じゃあシングルストロークが8回の場合、RLRLRLRR はクアドラプルパラディドルなのかってことになりますが、そこまで行くとシングルストローク4回にパラディドルってことになるので言わないと思います。今まで聞いたことありません。まとめると、パラはシングルストローク、ディドルはダブルストローク。パラが続くときはダブル、トリプルです。なのでトリプルパラディドルディドルディドルで叩けって言われたら、トリプルパラだから RLRLRL、 ディドルディドルディドルってことはダブルストロークが3回、RRLLRR ですね。続けて RL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 RR、 こうやって法則を知っておけばいちいち覚えなくてもいいので便利です。もちろん叩けなくちゃ意味がないので、上の再生リストでパラディドル各種を覚えましょう。パラディドルディドルとか覚えるの面倒くさいって思うかもしれませんが、法則さえ知れば覚えなくていいので簡単ですね。何事も知ってしまえば簡単です。才能とかそういうよくわからないのは1ミリも関係ございません。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの一押しが私の希望になります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう、ね、簡単でしょう、ね、簡単でしょう。